藤川監督はベテランだからといって優遇しない旨を発言して選手の気を引き締めました。現役時代の藤川監督と直接言葉を交わし、当時はチームメイトの間柄だったりバッテリーを組んだ選手が厳しい立場に立とうとしています。今回の動画では藤川監督に代わって立場が危うくなりそうな、序列が下がりそうな選手を検証していきます。1人目、梅野龍太郎。福岡工業大学附属城東高校から福岡大学に進学。リーグ通算打率3割3分8厘、7ホームランを放つパワーもあり、強肩強打の捕手として2013年ドラフト4位で阪神に入団しました。1年目から92試合に出場。その後、原口文人や坂本誠志郎の加入があり、阪神の捕手争いは激化していくかと思われましたが、原口は一塁手転向、坂本は故障離脱したことで2017年に梅野が事実上の正捕手となりました。そして2022年までは毎年100試合近い試合に出場。梅ちゃんバズーカと称される強肩と正確な送球で高い盗塁阻止率を記録。打撃面でも打率2割5分前後、本塁打は5本前後と捕手として納得される成績を残します。そして出場を重ね、2024年6月18日には生え抜き捕手としては史上2人目となる通算1000試合を達成するなど、阪神の歴史上に残る名捕手になっていきます。しかしここ近年は明らかに盗塁阻止率、打撃力が低下しており、正直衰えを感じざるを得ない状況です。そんな中、藤川新監督が就任。現時点では来季の捕手構想について明言していませんが、今後も阪神のことを考えると、近年の成績では梅野が起用されることは難しくなってくるのではないでしょうか。また契約面では2021年オフに FA 権を行使せず、3年4億8000万円の契約を交わしましたが、今期でこの契約が終了。実績があるからといって優先起用はなくなるでしょう。10月31日にキャリア初の単独トレーニングを行うことを公表。監督を胴上げするために、自分も引っ張ってガツガツいけるように、今はやってやるぞという気持ちが強いとコメントを残しており、来季も阪神に残る可能性は高そうです。虎党からすれば梅野は阪神の功労者。12年目となる来季の復活を期待しましょう。2人目、西勇輝。三重県立菰野高校出身。2008年ドラフト3位でオリックスに入団。2012年にはノーヒットノーランを達成。日本を代表する投手に成長すると、2018年オフに FA 権を行使し阪神に入団しました。阪神移籍後も先発として安定した投球を続けており、2020年には21試合を投げて4完と2完封を含む11勝5敗、防御率は 2.26、 ウィップは驚異の 0.98 と好成績を残しています。そして2022年オフに再度 FA 権を取得。 FA 権を行使した上で4年総額12億円の大型契約で合意しています。4年契約の2年目となる今季は21試合で6勝7敗、負けが先行しながらも防御率 2.24 と西らしい要所を抑える投球を披露しています。また14年連続で100イニングを投げるなど一定の成績を残している西ですが、1年あたり3億円という巨額契約だったことを考慮すると、フロント陣もファンも満足できる数字ではなかったことは明らかです。2026年シーズン終了まで契約は継続しますが、藤川新監督の力のある選手を積極的に起用するつもりの発言がある以上、年俸が高いからベテランだからといった理由で特別扱いはされず、シビアな目で見られることでしょう。複数年契約である以上、どれだけ成績が悪くてもすぐに戦力外になることはないですが、投手王国の阪神に在籍する以上、結果を残さないことには先発ローテーション入りは難しいです。実際今年のドラフトでは即戦力と期待される伊原貴人、未来のエース候補の今朝丸勇気、そして3位は木下理人を指名し、1位から3位を投手を指名していますから、血の入れ替えも積極的に行われていくと予想されます。ベテランの踏ん張りに注目です。
3人目、岩貞雄太。熊本市立筆友館高校から横浜商科大学商学部に進学。4年時に神奈川大学野球の秋季リーグで6勝を挙げ、最優秀投手とベストナインを獲得。2013年ドラフト1位で阪神に入団しました。入団当初は先発として躍動。2016年はキャリアハイとなる25試合に登板し10勝9敗、防御率 2.90 をマーク。その後2019年まで先発として活躍しますが、2020年に岩崎優の右足のコンディション不良の影響を受け、当時監督であった矢野明弘氏は岩貞についてチーム事情に応じて先発にも救援にも起用することを明言。2020年、2021年長継ぎとして登板しましたが、納得のいく成績を残せず。しかし2021年オフに当時アドバイザーをしていた藤川新監督の助言のもとフォームチェンジに挑戦。その結果2023年、2024年は50試合以上に登板し、防御率 2.00 台の好成績を記録します。中継ぎとしてポジションを獲得した岩貞でしたが、今季はコンディション不良が重なり開幕を2軍で迎えます。7月30日に1軍昇格を果たしたものの、最終的には0勝1敗、防御率 5.40、 わずか2登板に終わってしまいます。岩貞は2022年オフに3年総額3億円で契約合意しており、来季は契約最終年です。岩貞自身来季で34歳になりますけど、ここで踏ん張れるかどうか。野球人生の岐路だと思うので頑張りたいと語ります。藤川新監督が監督就任前から頻繁に相談したことを明かしており、中継ぎとして覚醒させてくれた恩人を胴上げするため、ベテラン左腕は腕を振ります。4人目、木浪聖也。青森山田高校から亜細亜大学に進学。その後ホンダに入社しショートとして活躍。主に守備面を評価され、2018年ドラフト3位で阪神に入団しました。1年目となる2019年は開幕試合に1番ショートとして出場。同期入団の近本浩二と共にキナチカコンビとして躍動。2軍落ちも経験しましたが、最終的には113試合に出場し、打率2割6分2厘、打点32、本塁打4と、社会人出身の新人としてはまずまずの成績を残します。このままスタメン定着かと思われましたが、2021年に中野拓夢が入団したことで木浪の出番が激減。このまま戦力外になってしまうのかとささやかれていましたが、2023年に岡田彰布氏が監督に就任すると中野がセカンドにコンバート。当時の岡田監督は木浪の肩を評価し、木浪がショートとして復活します。恐怖の8番打者としてチームを牽引し、チームは日本一に輝きました。しかし2024年は打率2割1分4厘と結果を残せませんでした。藤川新監督は就任前にショート争いについて小畑龍平の起用を圧倒的に推しており、木浪については、社会人は完成品であるべきで、今後の成長活躍はあまり期待できないという旨を話しています。また2軍では成長著しい山田修也、桃崎葵や10月24日に行われたドラフト会議では佐野太陽の交渉権を獲得しており、来季のショート争いは激化しそうです。藤川新監督の発言を見るに、小畑の起用が増加することは火を見るよりも明らかです。ただ実力主義を謳っていますので、チャンスをものにしていけば復活の年になる可能性はあります。逆に活躍できないまま小畑、山田らが一軍定着していくと、来季31歳を迎える木浪はもしかしたら戦力外なんてこともあるかもしれません。若虎に負けずスタメン定着へ、木浪はバットを振ります。藤川新監督は岩貞に直接教えを授けたり、梅野とはバッテリーを組んだ間柄。現役時代に親交があった選手たちでも厳しく公平な目で起用するようです。あなたのご意見や、他に立場が厳しくなりそうな選手がいましたら、コメント欄で教えてくださいね。この動画が面白いと思ったら、高評価ボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。本日も動画を見てくれてありがとうございました。
また次も興味深い阪神情報を投稿しますので、お楽しみにどうぞ。